時時代代を指すイスラームにおけるる伝統的的宗教的時代区分である無名時代とも言う。具体的には、イスラームの預言者ムハンマドによって、イスラームが布教される、以前の時代を指すが、大体においては、ムハンマド布教以前の時期のアラブ社会とその時代を指す。ジャーヒリーヤとは、アラビア語で、無知であること、知られていないなどを意味する動詞ジャハラに由来する。 単語で、預言者ムハンマドによって、唯一の神、アラーフの宗教の巧名がもたらされる、以前の、多神教、偶像崇拝が信仰され部族間光層が絶えず、強者が弱者を虐げ、栄治殺害や引刀が、蔓延する無妙の時代ほどのニュアンスがある。一方で、アラブ的な純簿さや、勝負の寄付、死の漏洩などで広大の規範ともされる時代であり、歴史的な出来事や、 頻繁に繰り返されていた部族間抗争あるいはイエメン、シリアなどのアラビア半島の周辺諸地域との紛争についての自責を記憶する過程で形成されていったジャーヒリーア文学が初期イスラーム時代、ウマイアーサ、アッパース朝など後続する時代の文学的精神的風土を形成した時代でもある。ジャーヒリーア時代は イスラームが登場する前段階として、その文化的素地を形成していた時代でもあるが、イスラーム時代以降に記録されるようになる。ジャーヒリーヤ時代のアラブの詩人たちが、詩によって残した詩跡の多くは、おおよそ5世紀半ば以降のものを指すものが多い。ジャーヒリーヤ時代に関する情報の多くは、イスラーム時代以前に、アラビア半島の各地で活躍した詩人たちが歌った。 死の数々によって知られている。モチーフとなったものは、恋愛や、旅、勇敢さや、寛大さなどアラブの男らしさを尊ぶムルーワについて、扱ったものや、さらには、部族間構想など、当時のアラブ遊牧民、ベドウィンの価値観を賛美する内容であった。これらのジャーヒリーヤ氏は、後世の創作とする説も根強いが、このようなアラブ詩人たちの広範囲にわたる。 活躍によって、アラビア半島全体で、共通語としてのアラビア語の形成が促され、アラブとしての一体感が強められたと言われている。講述するラフ・ム朝やガッサーン・朝などのアラブ地方王朝の宮廷や、部族の根拠地では引い出た詩人の保護に積極的であったため、イスラーム時代に入ってアラビア語による文学が著者され始めると、伝承や詩文などを通じて、 これらの王朝の歴史も記録されるようになった。565年の勢力図ムハンマドによるイスラーム共同体が確立される以前、アラビア半島には半島全域を統治する政治権力は存在していなかった。半島南西部ではヒムヤル王国が成立し、早くからユダヤ教やキリスト教が浸透し、公海対岸に隣接するエチオピアのアクスム王国やエジプト、 東ローマ帝国やサーサーナサとの国際的な影響を受けた。特に6世紀には、ズーイコールヌワースがヒムやる王国の王となり、ユダヤ教を国教として政治的に対立していた国内のキリスト教徒の部族勢力を弾圧したことで、エチオピア軍の侵攻と占領を招いた。さらに、エチオピア軍による支配に反抗するイエメンの国内勢力が、 サンサーン朝の軍を招き入れて、これを排除するなど、支配者の交代が目まぐるしく続いた。また、ペルシア湾岸やシリア、イラク方面では、キリスト教徒のアラブ部族が多かった。4から6世紀当時アラビア半島で、代表的な勢力は、イラク南部のヒーラを拠点としたラフムアッサ、シリア中南部ゴラン高原のジャービアを拠点とした、ガッサーンアッサ、 そしてアラビア半島中央部のナジュド地方を拠点とした、キンダーサなどである。また、半島西部の公海沿岸地域、ヒジャーズ地方では、大小のオアシス都市が紀元前から形成されていたが、メッカや後のメディナである、ヤスリブなどの諸都市は、これらの象徴とは同盟関係を結ぶなどして、独立しており、都市の内外では、独自に、部族社会を形成していた。 メッカのような部族的中隊が強い都市や地域では王のようなものがおらず、メッカではクライ族の代表者や長老たちが合議によって政治的な決定を行っていた。アラビア半島は陸路での交易が活発であった。アラブの諸部族はラクダや馬の対象を組んでシリアやイラク、あるいはエチオピアやエジプトなど周辺諸地域への交易に積極的であり、 メッカなどの拠点的な巡礼地では、巡礼による多大な収益も得ていた。また、ヒジャーズ地方のような都市部やイエメンのような高地が、恵まれた地域などでは交易の他に、夏目や芝畑が開拓され、また、イエメンでは5世紀頃から、銀山開発のためにサーシャーアン朝から、ペルシア人の入植があった。そして、アラビア半島は、商業で栄え古代から、 平気史もたくさんあった。アラビア半島東部は、ディルムン文明が栄えた。7世紀頃まで、ヒジャーズ周辺やイエメンなどでは、ユダヤ教やキリスト教を信奉するアラブ人や部族が多数あったが、この時代のアラブ社会では、なおも、フバルや、ウッザー、アッラート、マナートに代表されるアラビア神話の偶像崇拝や、多神教が一般的であり、部族ごとに信仰する。 神々の像や誇らが営まれ、半島各地に点在していた。これらの神々の託戦を行うカーヒンや、先制術師たちも多くおり、アラブの諸部族はこれらの祠や、巡礼地を講演し、管理する部族、氏族がいた。さらには聖地への巡礼などではそれらの地域を支配する、部族によって、経済的、社会的な地位を得ていた。 イスラーム以前のメッカ周辺では、アラブの諸部族で、各々信仰する神を崇めていた。例えば、メッカの場合、イブンイスハークの、預言者ムハンマドデニアタバリのーの、諸首都と昭王の歴史などによると、クライ種族は、カーバ内部の井戸のそばにあったフバルを祀っていたことが、知られている。ザムザムの井戸の側には、イサーフとナーイラという像があり、犠牲を捧げていたという。 ナフラには、クライシュ族とキナーナ族があがめていたウザーが、祀られていた。アウス族やハズラジュ族などには、海岸部のクダイトの地に、マナートがあり、サキーフ族には、ターイフに、アルラートを祀っていた。現在の半島北部のジャウフ州には、カルブ族がワッドを祀り、イエメンのハムダーン族の一部はハムダーンに、ヤウークを祀り、ヒムヤル族の一部もヒムヤルの地に、ナスルを祀り、 という具合に、それぞれに守護する神々がおり、またその誇らを管理する部族や氏族がいた。メッカのカーバは、遠く人類の子孫アーダムに由来するとも、伝えられているが、イブラーヒームが混流し、アラブ族の子孫イスマーイールとその子孫によって、代々管理されてきた、という伝承を持っていた。伝承によると、 ムハンマドの六世の不足祭の時代に、メッカの支配権とカーバの管理権を、クライシュ族が掌握し、代々、クライシュの一門の党主たちが合議によって、統治と管理がされてきたという。特にカーバへの巡礼者の飲食と宿泊所を振る舞う、ことが、クライシュ族の美徳としておもんじられていたという。また、ムハンマドの時代には、カーバの建物の中には百六十個の神の、 偶像が祀られていたという。カーバの管理は、暗い種族のアラーフも、アラブのパンテオンの一角を占める重要な神であったが、ムハンマドはこれを、唯一の神とし、他を神として実在しないものとして排斥したことが、当時のアラブの信仰において、大きな特徴であった。イブン・イスハークなどが記録するイスラームの伝承によれば、イブラーヒームやイスマイールが礼拝を行っていた。 時代は、偶像は用いられていなかったが、後世になって、巡礼によって、聖域を敬う気持ちから、聖域の石等を持ち帰りその石などを代わりに巡って、崇拝の対象とするようになったため、アラブに、偶像崇拝が生じた、という説話が伝えられている。また、イスマーイールの16世の子孫アムル・ブンルアイが、イスマーイールの宗教を歪め偶像を祀るようになった。 という話を預言者ムハンマドがしたというハディスも伝えられている。また、暦読みについても、現在のヒジュラ歴は1年を355日とする完全な退院歴であるが、ジャーヒリーヤ時代は、歴調整人ナサーによって、純月を設けるなどして、太陽歴との調整が行われていた。純礼時期の前後に新生活を設けたり、 三年に一度くらいの割合で一年を十三ヶ月にしたりする役目を担っておりアラブ社会での地位が高かったこのナサーの制度はムハンマドがイスラームの体制を確立すると廃止されたムスリム同胞団のイスラム原理主義活動家サイドクトゥブは1964年に出版された著書同票の中でジャーヒリーアロンを展開しているこの中で彼は 当時の世界を、真のイスラーム社会と、ジャーヒリア社会に区分し、前者を、信仰、法律、儀礼がイスラーム法への完全な霊属関係にある、社会、後者を、共産主義社会、異教社会、ユダヤ教、キリスト教社会、及びイスラームを自称する社会と述べた。自称イスラーム社会については、当時のエジプト政府を念頭に置いたものと見られるが、同書は、 イスラーム社会以外の社会は、すべてジャーヒリーア社会であると指摘している。この考え方に従えば、民主主義国はもちろんムスリムが、国民の多くを占める国やイスラーム共和国であっても、イスラーム法を完全に施行していない社会はすべて、ジャーヒリーア社会であり、つまり全世界はジャーヒリーアに覆われていることになる。この理論は、アブルガラーマウデューディの影響を受けたものであった。 このジャーヒリーアロンは当然のごとく、エジプト当局から警戒され、またシャリーアの県いたるアルイコールアズハル大学からも、非難を受けた。ジハード団のムハンマド・ファラジュは、ジャーヒリーアロンをさらに推し進め、パンフレットで、イスラミック・ファシズムと呼ばれる理論を展開し、その後多くのイスラム過激派に受け継がれ、これら原理主義過激派を理論面で支える柱の、一つになった。アイックマイヤー、 DLC クトビズム・アン・アイディオロジー・をブ・イスラミック・ファシズムありがとうございます